マーク・アラン・タカノは、アメリカ合衆国の政治家、会議員、民主党所属。1990年より、リバーサイドシティカレジリジを務める。アジア系の連邦議会議員の中で最初にイであることを公にした人物である。カリフォルニア州、リバーサイド出身。タカノは、日本からのアメリカ合衆国移民の子孫である、賛成であり、親族は、 第二次世界大戦中にカリフォルニアの日系人強制収容所に収容されていたアルボード合同学区のラシエラ高校を主席で卒業高校時代ディベートや若者の交流を目的に学生が運営する全米規模の組織ジュニアステートオブアメリカに参加し南カリフォルニア州副知事に選出される1983年ハーバード大学卒その後 2010年にカリフォルニア大学リバーサイド校舞台芸術専攻で文芸を学び教養修士号を取得している。公立学校で23年間イギリス文学の教鞭を取る。学生時代は共和党に所属していたがリバーサイド式カレッジ理事に選出された1990年に民主党に党籍を変更している。2012年に新設された カリフォルニア41区から下院選に出馬し、58%の得票を得て初当選を果たした。ゲイであることを公表しているアジア系アメリカ人として初めての連邦議会議員の選出となった。ジョー・バイデン政権について副大統領以外で主要閣僚にアジア系がいない20年ぶりの政権になる見込みであり、これについてマーク・タカノは深く失望していると述べた。 ありがとうございます。